ごまかしは近道になるかもしれない。どうやって事業をスタートしたかと。僕も最初の1000万も銀行で借りたんです。さらにその後に会社を始めて1ヶ月目に800万使っちゃったんです。ですから残った金は200万しかなかった。その200万も、ね、1ヶ月半でもう使っちゃったわけです。ですから金はなかったんです。じゃあそこからどうすんの？ということで銀行からまた借りたわけです。なんぼ借りたのかと。17年前に1億借りたんです。当時24歳。17年前1億。お客さんほとんどない。月商200万円。僕は銀行に行って岸店長と話をしたんです。お金を貸してください。1億借りたいんだと。で、まあ、支店長はまあ一応真面目に聞きますわね。お客さんはどういうところがあるんだ。担保は何があるんですか。どういう経験がありますか。どういう商品ですか。矢継ぎ早に質問してくるわけですね。成功の秘訣のもう一つ。嘘は言っちゃいけないと。ごまかしは、ショートランでは結構近道になるかもしれない。必ずしっぺ返しが来る。必ず後でもっと回り道になる。だから僕はもう絶対嘘は言わないと決めてたんです。